おはこんばんは、皆さん。どうも、ミキーです。ミキーチャンネルへようこそ。はい。今日はですね、ネットニュースで見たんですけど、何かっていうと、こちらのニュースなんですけども、マクドナルドのチーズバーガーにわさびを注入すると、あなたは禁断の味を知ることになる。後戻りできない悪魔的なうまさに。っていうマクドナルドのチーズバーガーを禁断のうまさにする方法を紹介してる記事なんですよ。ということでね、これがなんかツイッターで流れてきてね、ライブドニュース私フォローしてるからなんか流れてきたから、うん、何これと思って、本日ですね、テレッテッテッテー、 I love youのマクドナルドのチーズバーガーと本わさびということで用意しました。あとついでにハンバーガーといえばコーラも用意しました。本日はチーズバーガーにわさびを入れて本当に禁断の悪魔的な美味しさになるのかを私の舌で調査していこうと思います。どうなんだろうなと思って、で記事普通に読んだんですけど、ステーキにさわさび醤油するじゃん、それ的な感じらしいよ。まあ合わないわけがないみたいなのを書いてあったんで、ただ辛いの苦手な、わさび苦手な人はあんま おすすめしないみたいなの書いてあったね。もう今日ちょうど今お昼なんでめちゃめちゃお腹空いてるんですよ。ということで、はい、こちらチーズバーガーでございます。もうマックとかマジ久々行ってないからさ、行かないしさ、なんかこうマックめっちゃ好き、いやまあ好きなんだけど、なんかハンバーガー食べるようになったのとか動画をこう YouTube やってからだから、そう、それまで私マック行ったらナゲットしか食べない人だったのよ、マジでね。ハンバーガーそこまで好きじゃないというか食べる人じゃなかったんで、まあパンがあんまね好きじゃなかったんだけど、まあ今はねもう好きだけど、はい。ということでチーズバーガーです。あれ見えてない。いいですね。あったかいです、まだ。で、要は、この上のバンズをこうやって剥がして、うわ、うまそう。ここに、この本わさびをかけるってことでいいんだよね。じゃあ、いきますね。なんかね、結構ね、多かったんでね。大丈夫これ。オッケー。うわ、もうこんなですよ。こんなで大丈夫、罰ゲームかよ、みたいな感じだけど。まあ、いきますよ。ということで、では、完成いたしました。では、もう早速、いただきます。いくよ。これやばいわ。あ、これ、あーやばい、辛くて涙出てきたけど、あのね、なんだろう、ちょっとさケチャップとか甘めじゃん、だからねちょうどよく調和させてる、めっちゃうまい。これやって、わさび食べれる人、わさび好きな人、そしてチーズバーガーが好きな人、絶対やって、美味しいから。はい、めっちゃ辛い。あー、あ、やばい、頭痛い。あー、辛くて頭痛い。ちょっと絶対入れすぎたわ。あ、辛っ。あー、おおなとこ入って、本当に死ぬかと思った。本当入れすぎは本当注意です。あー、びっくりした。でもうまい。はい、ということでですね、本日はマックのチーズバーガーに本わさびを入れると悪魔的な美味しさになるっていう記事を見たのでやってみましたが、確かにめちゃめちゃ美味しかったんだけど、私的にはちょっと入れるのが楽しめると思います。塊を食べた時絶望を感じました。ということで、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、この動画の評価、ミッキーが他に運営しているチャンネルの登録、SNS のフォローなどぜひぜひよろしくお願いします。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。辛いけど美味しい。お試しあれ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。